今回も諸々の小ネタを紹介検証していきますが、まずは本編最新話で戦った皇天使ハーゲンティの専用スキル、この黄金の手については右枠でも触れていました。実際はギリ目から先生に反射で遊ばれてるだけのやつでしたが、連動ブログユカリンズハンマーには黄金の手のシーンが載せられています。そう、いわゆる別撮りです。効果音がないので分かりづらいですが、ミスしています。ユーカリンが触った。次は成功シーン。ニュートンは変えた。なんだか主語がおかしくない。実際にニュートンの剣がオクトパイクから黄金の武器に変化しています。これで殴ってみると弱い。仲間バージョンのハーゲンティもこの黄金の手を持っています。早速廃墟者どもを実験台にしてみましょう。4匹もいらないので間引きます。邪魔が入らなくなったところでピザ黄金の手当たった。ディザームと同じようなメッセージ。チストラムのロングソードがジャンク黄金の武器になりました。また参考資料によると、この黄金の手は魔力相性のようなので、魔力反射の鳳凰に使って反射させてみましょう。素手の相手にディザームした時と同じエラーウィンドウが出た。確かに鳳凰は素手でしたが、そもそも反射してませんわね。無が黄金の武器に変化しました。これぞ人類の夢、錬金術ですわ。反射させる目的が果たせてないので、次はシストラムにマカラカーン。これでも反射しませんわね。ちなみにテトラカーンでもダメでした。無から作られた黄金の武器でも問題なく装備から外せます。打ってみましょう。この売り値はまごうことなき黄金。ゴルスラの切れ端ではありませんわ。金策にも使えそうですが、この時期にそこまで金欠にはならないでしょう。次は謎の現象邪神バグについて。連動ブログユカリンズハンマーの二神合体解説のページには、合体材料に邪神を使った場合に挙動が怪しくなることが書かれています。実際にやってみましょう。まずは写真を作ります。写真の最低ランク糸墓完成。魔王を合体で作れない利点では、この邪神が唯一の高位ダーク系種族ナイト悪魔と同格のパラメータ水準を誇ります。レベル32で氷結の最上位魔法習得済みですが、月齢の関係で火力は微妙です。
この糸墓を使って合体を見ていきます。まずは二神合体。ダーク悪魔なので合体法則自体はダーク合体法則が適用されます。スタメン仲間たちとの合体では法則通りの結果になっています。それをぶち壊すのはまたもやハーゲンティ。合体結果のモロクのレベルが99。以後、この検証のために集められた仲間たちとの合体では次々とレベル99の悪魔が作成されていきます。しかし、レベル不足を意味する斜線表示なのは下道2種のみ。もちろん、斜線があってもなくても実際には合体できません。また、精霊 HP-MP 合体はレベルが足りているのに、レベル不足だと言われます。合体結果が材料と同じ悪魔になる場合はいつも通り作れません。これに精霊を混ぜて三神にすると枠はさらに加速します。基本的には1ランク上の仲間になります。下道はプラズマボールになり、邪神はアジャトート、いわゆる幕王アザトースになっています。そしてやっぱりハーゲンティではレベル99のアザトートになります。これは精霊特殊合体で内部的に糸博多スタムリンになっていますわね。これもまた意味不明な合体結果。精霊のレベルが半端に上がっています。二神合体でのクリッターがランクアップしてスプラッターになるはずなんですが、なぜこんな結果になるのか賢者な美少女大妖怪にも分かりません。ここから合体法則の破綻がさらに加速していきます。なんと邪教オヤジ、レベル53のアヤト君にツッコミを入れないという大失態。
実際に作れます。弱い。これ、レベルアップで能力値が一切加算されてませんわね。起点では、合体で初期レベルを上げるのは得策ではありませんが、経験値自体もちゃんと悪魔の99レベル分になっているので、エナドレ稼ぎのタンク役としてなら活用できそうですわね。ここで、二神合体の結果をまとめてみましょう。レベルが上がっているスタメン仲間たちでは、通常のレベル計算が行われ、初期レベルの仲間との合体ではレベルが99になっています。つまり材料のレベルが上がっていれば邪神バグが発生しないと推測できます。早速実験してみましょう。糸墓とドリアードでは邪神バグが発生しています。ここでドリアード多数エアロでドリアードを1レベル上げてみます。このドリアードを再び糸墓と合体。正常なレベルのモロクになり、邪教親父も脳突っ込み。また、糸墓は上位精霊との合体でレベルアップします。やはり邪神爆でレベルが99になりますわね。ちなみにスライム合体も精霊 HP-MP 合体と同じ挙動です。では、ウンディーネを1レベル上げてみましょう。材料になる竜王のレベルを合計2レベル上げて、ウンディーネのレベルプラス1。糸墓足す、ウンディーネ。こちらも正常にレベルアップ合体が成立しましたわ。これで糸墓が1レベル上がったので、さらに発見データが取れます。初期レベルのドリアードとの合体で邪神バグが発生しません。精霊 HP-MP 合体、よし。スライム合体、よし。三神合体もチェック。合体結果自体は変わっていますが、こちらもバグ発生なしですわね。
邪神バグは、邪神を含んだ合体で全ての材料が初期レベルの時に発生する。どうやらこの認識で間違いなさそうですわね。参考サイトのニャルラトケップホテル様に似たようなバグ情報がありますが、ダーク悪魔が絡んでいるというだけで似て非なるもののようです。こちらも試してみましょう。合体でいろいろなダーク悪魔を作って6体ほど用意しましたわ。あら、レベル99にならない。他の組み合わせもダメですわね。結局、この6体を使った合体でレベル99の悪魔はできませんでした。よってよくわかりません。いかがでしたか？今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。